皆さんこんにちは、ひょんちゃんです。先月の韓国の生活を続けて流れてるんですが、韓国式のマッコクスを今作っています。韓国のフクスはそうめんを使うんですが、マッコクスはだいたいそばを使って作ります。梨を一緒に入れて手で混ぜたら本当に美味しくて止まらないぐらいの私のお昼ご飯メニューの中で一つなんです。こちらは韓国のジョラブドにあるチョンジュ市のハノマールでございます。私の地下はイサン市なので、まあ、かなりチョンジュ市まで近いので、そっちゅう、まあ、学生時代から行ったりしたんですが、今度はこのハノマールの中にあるなんか韓国の50、60年前のもう建物やいろいろ商品物を実現したなんかミュージアムみたいなところがあるって話があったので、ちょっと行ってみようかなって思ってこちらに来てみました。入場金がかからないって書いてたので、ちょっと見回りしてみようかなと思って入ってみました。なんか中にはいろんな人がのんびりゆっくりしている、そういう雰囲気だったし、綺麗な花を私も久しぶりに見たので癒されることもありました。こちらでございます。チョンジュナンジャンっていうところなんですけど、60年前の韓国のことを実現されたってことのミュージアムみたいなところなんですけど、かなり評判が良くて、私もあの時の韓国正直言ったら、まあ住んだこともないのでよっけわからないんですよ。まあ、本で、まあ、載っている一部の写真しか見たことないので、まあ、かなりちょっと気になってうちの両親と一緒に行ってみました。맨날 이렇게 단 거 먹었어, 이 항아리. 항아리도 냉장고가 없으니까 애기들 스태프 애기나면. 아, 애기나면? 아들놈이. 아, 아들라면 이렇게 놨어. 그렇지. 딸라면? 아니요. 참나. 딸라면 아무것도 안 해? 고추 안 넣고 해, 이렇게 해. 안 해. 내 고추를 안 매다놓지. 이신밥. 아, 맞아. 옛날에 밥 이렇게 먹었어. 그래.옛날저뭐야부잣집만먹는거야 맞아맞아옛날에저기옷장에저렇게안에들어가있었어그랬어그백장에다붙여놨잖아맞아애기들한다애들옛날에이것도부잣집만했을것같은데그치やはり60万円はかなり昔ってもう改めて感じました。韓国も、まあ、だいぶ違ってきたし、まあ私はいい時代に生まれてこんな幸せに、生きていることじゃないかなって思いました。うちの家族は私が帰ってきたら、理由はわかんないけど必ず和食を食べに行きます。韓国は刺身によくこういう長ごちゅうじゃんをつけて食べるんですが、このでかいチョコチュジャンがついてきてびっくりしました。あじくちょこちょ。マジでか。ジェニーちゃんのために頼まれたうどんがとても熱い状態で切ったことがちょっと理解できなかったんですが、味は美味しかったんですよ。ご飯を食べた後にお家の近いところに動物たちを近いところまで会えることもできるし、 A さんも直接渡すことができるそういう遊び場があったので、ちょっと覗いてみました。なぜかわかんないんですけど、こういうウサギさんたちを直接会えて餌も渡したのに、まだウサギのことを覚えてないんです。餌を渡すことを終わって、この周りを見回りましたが、こんな懐かしい韓国のお家があったので、ちょっと私はちょっと久しぶりに見たことなので嬉しかったんです。昔うちのおばあちゃんのお家がこのままのお家だったんですが、なぜか中に入ることが、できなかったです。
こちらも韓国のよくあるあるところなんですが、個人がやってる農場なんですよ。こちらは今リンゴを売ってるところなんですが、まあ、勝手に連絡してもう購入することまでできるんですが、うちのお母さんが電話をかけてみたら、出れなかったんですよ。なんかいいところはこういうふうに直接行って購入すれば値段も安いんです。カエルの歌がジェニちゃんはカエルが大好きなんです。聞こえてくるよ、クワ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 ク。起きてすぐうちのお父さんと遊ぶところなんです。今ジェニちゃんが遊んでるこのおもちゃも韓国でタダでもらったんです。中古の交流するそういうアプリケーションがあって、それを使ってみんなが赤ちゃん商品を安く売ったりダダであげたりするそういうコミュニケーションみたいなところなんですけど、私もいろいろもらったりあげたりしました。いっちゃいこう、焦げてちょっと怪我したんですが、見るたび痛いって言われてるジェニちゃんです。地下のお家の目の前に広い公園があったので、そっちゅう朝運動しに行ったり遊んだりしました。ここにはハトさんがあんまりいないので、ちょっとジェニちゃんがハトを追いかけることはできなかったんですが、走り回ることはできたのでよかったと思います。夜は久しぶりに韓国式のチキンもいただきました。こういう私ヤンニョムチキンが大好きで、やっぱり本番の味は全然違います。美味しかったんです。みなさんこんにちは、ヒョンチャンです。あっという前に日本に帰る日が来たので、今日はちょっとジェニちゃんと一緒に頑張って、日本に帰ってみようかと思います。なぜかまあお母さんがジェニちゃんの服をまたいっぱい買ってくれたし、私の服も買ったので荷物がもっと増えたんですけど、なんとなく頑張って、変えてみようかと思います。8時50分頃の電車なので、ちょっと急いで行ってみようかと思います。電車じゃないんですよね。KTX なんですよね。はい。うちの実家から釜山まで KTX で3時間ぐらい、まあ、1回乗り換えることもあるので、せいちゃんが私の膝にずっと座ってくれないこともあるし、いろいろことを考えて、ジェニちゃんの席まで取ったんですが、韓国の KTX がまずそんなに、まあ、日本の新幹線みたいな感じで高くないし、赤ちゃんはもっと安いんですよ。大人の料金の 20% くらいしかしないので、ジェニちゃんは1400円くらいだったんですよ。私は多分5600円、ね、そういう値段で2人で釜山まで行きました。今度は船を乗って韓国に帰ってみましたが、初めての私は船旅だったし、まあ、ね、帰るときは波がとにかくすごかったんですよ。乗る前にも薬飲みましたが、なかなか波が強いときは、まあ、薬もあまり効かなかったのでちょっと辛かったんですよ。行くときは波や全然そういうことがなかったので行きやすかったんですが、まあやっぱり船は波の時代だと思います。それじゃなかったら船の方が赤ちゃん連れて行くのがもっと楽じゃないかなと思いました。今日も見てくださってありがとうございます。また次の動画で会いましょう。